益子方面へ曲がっていきます。ここを曲がっていけばいいんですね。RX7 FDA3S ですね。ちっちゃくてかっこいい。最近こういう車なんですよね。なんか小さくなきゃダメですよね。あのちゃんか。一緒にちょっと走りたかったな。こんにちは、爆発サザエです。今日は茨城県桜川市にある富谷山ふれあい公園というところに今向かっています。なんか昔この辺走り屋さんが走ってちょっと規制されちゃったみたいな感じのところなんですね。キャッツアイがセンターラインいっぱいあってですね。おお、こういう感じでですね、でこぼこ刺してます。対向車線はみ出ないようにしてるんでしょうね。ここはなんかバイク用に削ったんだか知らないんですけど、今隙間を通ることができました。なんかちょっとした小さいワインディングロードみたいな、そんな感じですね。さんが来たくなる気持ちわかるんですね。でもですね、そういう規制されちゃうと交通量が減ってですね、草ぼうぼうで荒れ放題と、ここもそれに近いのがありますね。センターラインのところが草生えちゃって。おお、きついですね。そろそろ目的地に近づいてる感じです。展望台があるんですよね。その展望台を目指しています。もう着きました。左側に見えてるのが展望台ですね。いい感じですね。ただちょっとここの桜で見えなくなっちゃってるから。左に見えてる山が天引山で、右側に見えてるのが筑波山みたいです。桜川市の街並みが一望できます。夜景もいいみたいです。次も目的地は栃木県
筑市にある大里戸ダムというところです。そこで今日の目的のラーメンツーリングスーラータンを食べたいと思ってます。大体私のダムツーリングってですね、往復4時間、走行距離100キロちょっとっていうのを大体いつも想定して出かけてます。そうすると大体ガソリン満タン、大体いつもリッター入るか入んないかぐらいなんですけど、リッター30ちょっと切るぐらいの燃費ですね。1000円で半日楽しめると、そういう具合になっています。毎月ちょっと出かけなきゃならないっていう、こう意識を持って出かけてるんですけど、バッテリーが上がっちゃうんですよね。ですから最低限機能を維持するために乗ってるっていう、そんな感じですね。Facebook で最近出てたトピック、バイクに乗らない人の通勤ルートでですね、バイクに乗る人の通勤ルートっていう企画が載ってたんですけど、それがこうまさにそういう感じですね。バイクってどっちかっていうとですね、目的のために走るっていう、走るのが目的っていうですね、そっちの方が近いような感じがしますね。天気がいいから走りたいっていう、そんな感じです。ともかく車とは違ってですね、走ったことのないところを走ってみたい。簡単にですね、その走れるっていうところがいいですかね。特に自分の場合はですね、狭い道大好きなんですよ。くねくねして狭い道、それが大好きで、それで狭い道があればそこを入ってってみたいというですね、欲求になられて、それで乗ってるわけなんですけどもね。このダムはそんなに標高高いところにあるダムじゃないんで、もうだいぶ近づいてると思うんですけどね。ナビの方には見えてきてますね。観光地してるところは私苦手というか、あんまり好きじゃないんですよ。人がいっぱい来ちゃうんで。これなんか右側上に小学木造の小学校みたいなのがありましたね。それでこの狭くてこういうところに行きたいって、まあ夏に
クワガタムシ取る下見も兼ねてるわけなんですけどもね。特にダムを回って歩くのってのは、結構そうなんですが、あ、落ちちゃいました。先客いらっしゃってますね。先は舗装してない感じですね。舗装してない感じですけど、ぐるっと一周できるみたいです。ともかく行けるだけ行ってみますね。来るとき、ネットでちょっと下調べしたんですけど、足つりをする人が結構いて、マナーが悪すぎて最終、禁止じゃないか、釣り禁止になっちゃったというか、さっきのところに立ってましたね。釣り禁止って、ちょっと木がこう、フォークみたいな、それまで走るのもちょっと怖いな。こうやって屋根を枝で擦りますね。来るとやっぱりね、すれ違いが辛いよね。そうだったんです。ここが行き止まりというか突き当たりですね。ちょっと開けてますね。で、昼間食べるかな。
ほど。なんかちょっと傾斜ついてて倒しちゃいそうだな。ラグラス。やっぱり違うところにしましょう。もう半周して通りながらちょっと場所を探してみましょう。こっちへ来たら舗装かなと思ってたんですけど、やっぱり行けるのはいいと思ったんですね。舗装にならないですね。なんかさ、今まで来たところでちょっと慣れてますね。さっき来た道をそのまま戻った方が良かったのかもしれない。ちょっと状況を見てどうするか。東屋がある。ここで食べることにしましょう。リライブで走ったルートを振り返ってみます。鉾田を出発、日沼の横を走りながら茨城町へ抜けます。茨城町を抜けていきます。ここで道に迷います。山は365メーターの山です。展望台は200メーターのところにあります。大里とダメに到着です。最後までご覧いただきありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。さようなら。